はい、こんばんは、りょうじですいや前回のステッカープレゼント企画応募殺到で、えー、もうね、ステッカーなくなりましたいただきますいや予想外にすごい問い合わせが来ましたねびっくりしました、本当にもしかしたらね、ステッカー出てくるかもしれないんでそしたらまたねまだありましたってって、動画で報告しますんで、えー、先着順でまた欲しいっていう方は声かけてください 今日はねタイトル通り僕がまあ前乗ってた BSA についてちょっと紹介してほしいとかっていうのがあって画像をねいろいろ掘ってみたんですけどあんま残ってなかったんですよまあでもこう時系列で紹介できる写真がそこそこ見つかったんで紹介しようかなと思いますこれがですね僕が買った時の 状態なんですよ。eBay で発見したやつで、オハイオのバックヤードビルダーが、まあ、作った BSA のチョッパーだったんですよね、最初は。ちなみに、元のエンジン A50 なんで、500cc のツインだったんですよ。でこんな感じでフロ、フレームはね、後ろがリジットのウェルドフレームになってて、まあ、この辺が純正。この辺は完全に純正で、で三つ股がね、 えー、トリプルから前足全部が川崎の KL250 っていうのなんかモトクロスバイクみたいなオフロードバイクのやつにとって変わってるやつでしたねで一応まあ走るこの状態で動くことは動いたんですけどまあ全然干潮じゃなくてうんとりあえず日本に持ってきてからカスタムプランでも考えながらなんか ちょいちょいね、ああでもこうでもやろうかなって思ってたさなかにですね、僕はモトクロス、ヴィンテージモトクロス始めてまして、これですね、これはヴィンテージモトクロスのレースにね、こんな感じで出てた時です。そうでね、うん、この時ちょうどダートトラックとかもこんな感じで走ってて、もちろん後ろはね、あの、トラックタイヤにしたりとか、フロントはノーブレーキの SR のホイール。 つけてててて走ってみたりとか色々しててで、全然この時はね、行動仕様じゃないんですよ、これ。うん、レース仕様。で、これで、ちりはマ1回走ったんですけど、まあ、なんかね、全然ダメダメで,で、なんかもう、悔しくてね、どうせ遅かれ早かれオーバーホールするんだから、もうエンジンをいじくろうと思って、で、この後ろにいる男が、おそらく日本で一番速い。 BSA の a 6号乗りであろう、えー、滋賀のね、ベリーバッツの恭平君に頼みまして、A500、あ、A50 をね、えー、ボアアップしてパワーアップしようという作戦で、えー、でね、うん、次の携帯がこれかな <laughs>、えー。これがそのね、7班にボアアップした後の。 えー、僕の BSA で、まあ何から話らいいかな。とりあえずね、まあ、パッと見で分かんないこのパドルですよね。これはもうね、チリハマレース専用に作ってった時で、まあこの時のレースはパドル入ってんのは多分僕だけだった気がするんだけど、まあレギュレーションにはね、パドルダメとか書いてなくて、 え、レースの2週間前ぐらいに思いついてパドル入れちまえと。で、パドル履いてね、走ったんですけど、この時が、えっ、ー、と、ベスト10行ったのかなそれが最高順位だったんですけどね。7班に、えっ、ー、とね、確か、キャブが、えっ、ー、と、ヤマハの YZ450 の純正、 FCR?FCRMX ってやつですね。それをぶっ込みましたね、これはね。<laughs> うんで、いろいろね、リハマよ用にスペシャルなことしてて、実はね、あんまり馴染みないんですけど、えー、これね、ランチレブリミッターっていう、ドラッグレースではおなじみの、えー、機能がくっついてまして、ランチレブって何かって言ったら、 要はねクラッチを切ってる間どんなにアクセルふかしても、えー、設定した回転数までしか回転数が上がりませんよっていう機能なんですよだクラッチ切ってる状態でアクセル全開にするとどんなにアクセル開けて回転数が上がっても例えば5000回転って設定してたら5000回転つまり えー、このタイヤとこの路面で一番スタートダッシュが決まる回転数っていうのを練習で、えー、見つけ出しておいてでこのタイヤね履いてると特になんですけどあのゆっくり走り出しちゃうとまあもう見てわかる通りこりパドルがでこぼこしてるんで全然安定してまっすぐ走らないんですよねだからもうスタートダッシュの段階でタイヤがめっちゃ空転しても 水の中でプロペラが水をこう追っかくような感じにしとかないとこうスムーズにまっすぐ走らないタイヤなんでだからこん時は練習で回転数ある程度見つけ出しといてそれ以上はどんなにアクセル煽ってもねクラッチ切ってる状態だったらエンジンの回転数上がんないまあ要は失火状態に持っていくんですけど。 その状態でもうあとはクラッチをね離しさえすればその回転数で、えー、クラッチがミートできてスタートできるとだからある意味ねビビってアクセル開けれないともう全然ダメな機能で、えー、勇気を振り絞ってねアクセル開けとけばまあ、えー、もうオンかオフかでスタートできるっていうやつなんですけどこれがね意外とまあ、効果的ですごく良かった。 んですよ、ね、この時はね。そんで、まあランチレブリミッターをつけてるやつは多分僕しかいなかったですね。うん。最初、僕が多分最初で最後だったと思います。<laughs> そう、これがね、この時は結構センセーショナルで、このパドルがもう大受けしてましたね。外人とかにもすげえ話しかけられて。そんでね、この時にそれで、えー、味を占めまして、 で、次がこの状態で出たんですよね。これね。うんまあ、ほとんど仕様は変わってないんですけど、この時はね、あのー、行動も走れるようにしていた状態で、大まかな変更点はないんですけど、うーんとね、この辺、これね、エマージェンシースイッチなんですよ。これもドラッグレーサーの、えっ、ー、と、 まあ必需品というかこれねここのこのループのこの先っぽにリストバンドになってて手首にくっつけるんですよこれ。でこの車体のハンドル側には抜くとこう何て言うんだ切るスイッチになる役目してるスイッチがあってだからえ万が一ね転倒して体がバイクから離れたと同時にここの割りピンが抜けてエンジンがオフになると。 そういういね結構ダートレーサーとかがつけてるやつでこれもこの時ね危ないからって言ってやっぱつけてでまあランチレベーは基本そのままででねこの時はもうこれちりはまのレース今回で最後にしようって言ってる言ってた時だったんでそんなにねもうあんま入れ込んだことしなかったんですけど映ってないんですけどね向こう側のスプロケットは、えー、実はワンオフで製作したすごいでっかい スプロケついててましてこれがね結局このレースの前年のレースの時のレースのコースの全長から、えー、計算して <laughs> えーね 150m ぐらいで計算したんだっけなトップスピード何足吹け切りでどれくらいのスピードで最後のゴ,ゴールをね通過するかっていうのを計算で出して、えー、特注のねドライブドリブンスプロケットを作ったんですよこの時。 そしたらねなんと、えー、前年よりコースが短かったんですよねこの時。だからまあ吹け切りトップスピードに乗る前にゴールしちゃうみたいな感じでゲーって感じでねこの時ねでこの時は3回戦で結局負けちゃってショベルヘッドに、えー、ゴール手前ね 5m ぐらいで刺されてねうーんギア比がねやっぱ 合わなかったっすね、この時はね。バイク自体はすげえ速かったんですけど、まあ、あとはね、まっすぐ走らせるのがやっぱ難しくて、で、この時のレースのね、絵がね、これ、これなんですけど、ほら、<laughs> もうこの砂、砂、巻き上げるのだけが得意みたいなね、感じでね。 これ多分ね、えー、予選の2回目、予選の2回目とかかなだったんですけどね。でね、スタート前がね、これですわ。ほら、すごい。これね、これ。これなんでこういう腕の形してんのってね、たまに聞かれるんですけど、これ実はね、その、こっちでね、ランチレブで、 かかってるんでこれでクラッチ切るじゃないですかでねこれ、えー、とこの状態でそのクラッチミートしたいまあ回転数プラスアルファぐらいアクセルひねってるんですよで、まあ、クラッチ離したと同時にもう右のスロットルは全開にするんでこの角度からちょうどこっちの腕とこう同じぐらいの高さまで肘が下りてくると全開になるんですよだそのためにこういう形になってるんですよねこれ。 うん、鼻からね水平出そうとして腕を下にこの肘がね下に下りてるとアクセル全開にする時はもっと下にひねらないとあのアクセルひねれないんでそうこのね腕の形がちょうどアクセル全開で水平になるのがこの位置なんですよね <laughs> だからこういうもうちょっとやる気満々姿勢みたいになっちゃうんですけどこれなんかもうこれ2回戦なんですよでもほら暑いから革ジャン脱いでるけど腕だけねこの形になってるでしょ そうこれはねそういう理由があってこの角度なんですよでちなみにえっ、ー、とね写真は写ってないんですけどこのねハンドルの根元のこの辺クランプのちょうど間ぐらいに実は、えー、水平器がついてます <laughs> 水平器あのー、水平を取るやつこう水水じゃない空気の泡があって これで結局まあねエンジンぶん回っちゃうともうね中の気泡が泡立っちゃって全然わかんないんですけどスタートラインに立った時にその泡の位置見てね車体が水平かどうかをチェックできるように一応水平器をねつけたんですけどまあ気持ちいい程度でねあんま意味なかったかなって感じで。 でも、この時とかはね、すげえ楽しくて、よかったんですよね。いや、この年は結構ショベルとかが早くて、ハーレー勢がかなり元気よかったんですよね。そう、でもこれでね、結構もうなんか、やることやっちゃったなと思って、今度からは行動を楽しく乗ろうっつって、で、行動ようにしたのが、えー、これですわ。これです。これ。 これがね僕の BSN のもう最終形態うんでこの辺はねあの藤沢のアスクモーターサイクルの山ちゃんに作ってもらってなんかいろいろやったんですよこのメーターもね行動用につけたりあと逆側が映ってないかサイレンサーもね1から作ってもらってまあ、乗れるね乗れる 音量で乗れるようにしたりとかして。で、相変わらずこのエマージェンシースイッチはね、つけたまんまとかで、ウインカーはなくても通る年式だったから、ウインカーはつけなかったんだっけな。とかで、まあね、いろいろやりましたよね、これね。うん。で、まあ手放しちゃった理由はね、そう、手放しちゃったんですよ、僕これ。うん。で、まあ結婚を機にね、 サーフィンもするしオートバイはねこの状態で1人しか乗れないしまあなんかどっちも危ないっちゃ危ない趣味じゃないですかだからまあ波とバイクどっち取るかっつって僕はバイクが捨てて波を取ったっていうね <laughs>、うん、サーフィンの方が面白いからそうそれでまあバイクはもうちょっとしばらくいいかなと思って売りに出したところちょうどいいねお値段で買ってくれる方が現れたんでで売って えー、次は車かなってやっぱ思ってたんでそれでビートルをね買った次第なんですよそれでちなみにいろいろね画像掘ってたら懐かしいのが出てきてえっ、ー、とね実はこんなハーレーも乗ってました僕は <laughs> ねえこれはね知ってる人は知ってるでしょ そうですよあの千葉のデラクシーカスタムズさんがもうね十何年か前に、えー、ホットロットショーでね出してたやつなんですよで僕実はこのバイクがデビューした、えー、ホットロットショーの時にうちも初めてホットロットショーにお店を一応ねブース出店で出した年だったんですよほんでね会場で見てて。 でこれもう全然日本じゃこのスタイルって流行らなかったんですけど当時ねサリナス・ボーイズっていうまあコール・フォスターって知ってる人は知ってると思うんですけどコールが作ってたバイクのまあオマージュみたいな感じでこのタンクもねコール・フォスターのオリジナルタンクだったんですけどでこれを僕はえーコール・フォスター自体は他の雑誌とかいろんな,なんか情報で知ってて。 で会場で見た時に日本でこのスタイルでエボ作る人がいるんだって思ってすげえ衝撃を受けたバイク個人的にねでマジかこんなフルカスタム乗れる日が来るのかなとかって思ってたら何年か経って自分がこれをね買うチャンスが来たっていうで日本じゃやっぱね流行んないスタイルでで僕はこれが大好きだったんでねこれも ちょっといちょいねこの辺のテールランプも違うしハンドルも違うしシートはこれ僕がワンオフで自分用のねサイズで作り直したりリアンもねホイールがこれ16インチになってるんですけどオリジナルというか元々の状態はこのスポークホイールだったんですよ後ろ。で18インチになってたかなオリジナルっていうか元の状態はね。 で、これ、ハーレー純正のね、この5スポークのスターホイールとかいうやつに履き替えて、で、フロントブレーキとかもね、ちょいちょい整備してちゃんと止まれるようにして、エンジンも点火系からいろいろ見直して、で、1回ね、このバイクで僕は夏に結構ロングツーリング出て、えっ、ー、と、山口までフェリーで行って、山口から、 えー、まあ高速だったんですけどね2日ぐらいで帰ってきちゃったんですけどねその時はこれでロングツーリング出たりとかしましたねうんエボはね5速の初期が面白いっすね速いすげえ速いうんこれなかなか楽しいバイクだったなこれもまあもうバイク乗ってないんでね手放しちゃったんですけどまあすごくね いい思い出ですねこれとこの BSA は本当に僕のねバイクライフの中では一番なんか楽しかったバイクでまあ今乗るならもう BSA ノーマルがいいかなって思ってますけど、うん、でねエンジンスペックは詳しいことはそこまで覚えてないんですけどね確か、えー、そのベリーバッズの、えー レーサーサ BSA が使ってたレースで使ってた 750cc 用のシリンダーとヘッドを使って、えー、でカムはねあのー、BSA の A65 のシリーズでスピットファイアーっていうモデルがあるんですけどスピットファイアーって純正でハイカムなんですよ一番ホットなカムが入っててでいろいろねなんかカムもあのダートトラック用とかで出てたりとか そのマックスパワーどれぐらいの回転数で出したいとかみたいなのがあればワンオフで作れるっていう話だったんですけどまあ結局のところ待ち乗りがやっぱメインになるんだったら全体的にトルクフルなやつがいいんじゃないかって話になってでまあ純正ハイカムのスピットファイア用のカムを入れようって話になってだから腰はそんな感じですねで特にビッグバルブとかも入れてないし。 うんと他は全部ノーマルのまんま7 5 4に加工したっていう感じで腰下は、えー、と特にね何にもあの激しいチューニングだなんだっていうのはやってなくてただクラッチが鑑識クラッチですねあのボブニュービーのね <laughs> になってますでこのマフラーは、えー、とこの出口から全部、えー、サイレンサーの手前までを、えー、46ワークスさんでワンオフ手曲げにしてもらって 最初直感にバッフル入れただけだったんですけどちょっとね圧が足んないからやっぱサイレンサーもつけたいなっていう話ででえー、<laughs> アスクモーターサイクルにねお願いしてやつけたんですけどアスクの時にアスクの動画じゃないあれどっかになかったかなどっかあるかなああった これもねこれ途中、途中ですね。待ち乗り仕様の、ま、あ、最初の状態かな、待ち乗り仕様の。これ意外といいでしょ。これかっこいいでしょ。で、これがね、その、アスクモーターサイクルのえワンオフのサイレンサーで、ちょっとダードトラッカーっぽいね、あの、ブーンボックス風みたいな感じで作って、で、えー、プライマリーカバーのね、カットもお願いしーのみたいなね。 いや、今見るとなかなか斬新でかっこいいな CC バーもワンオフで作ってもらってとか。やってるなー金かけちゃってんなぁ。<laughs> 本当に。うん。この形でね、しばらく乗ってたんですけどね。これいいですよね。なかなかね。すごい。外人受けとかすごい良かったんですよ。最終形態がこれですね。これ。 ねちょっとシュッとしてね後ろのフェンこのなんだシシバッかがなくなってさでハンドルはねこれ何用ですかってよくこの時聞かれたんですけどこれはね、えー、SR の純正です <laughs> まさかのねヨーロピアンっぽい感じでねいい感じになるんですよ、うん、で僕はあんまりねハンドルが上にボーンってなってる えー、ハンドル好きじゃなくて肩よりちょっと下ぐらいがね好きなんでねこの形はすっごい乗りやすくてで後ろもこれカウルでシートなんでここ全然ね衝撃干渉剤入ってはいないんですけどでもねこのお尻の位置ステップの位置がやっぱり踏ん張りが効く位置にいると結構こんなもうペッタペタのシートでもね乗ってられるんですよね不思議なことにね。 だからそういう意味でもね、なんかすごいあ、やっぱポジションっていうのは大事だなって思いましたね、このバイク作ってるときに。うん、今、ちなみにこれね、群馬の方にいるはずです、多分多分この状態が、すっごくこの状態気に入ってくれて買っていただいたんでね、大事にされていることを願いますね。うん、はいというわけで、ざっくりね、BSA 紹介でした。 前ね一番最初に乗ってた a 6号は自分でエンジン開けたりとかしてたんですけどやっぱねレースで分回そうとかいろいろ考えるとまあもうプロに任せるのが本当にね間違いないと思いますまあ僕はね友達にそのベリーバッズっていうすごいね BSA スペシャリストがいたんでだいぶ助けられましたけどチューニングエンジン自分で作るってやっぱすごい大変だと思うんでまあでもよくやったな 次乗りたいバイク何ですかとかね結構聞かれるんですけどねやっぱね最近はあの鉄のスクーターが欲しいですねベスパとか欲しいなやっぱうんでオレンジのさビートルとコーディネートしてオレンジのベスパとかいいなとか思ってるんですけどやっぱまあ出会いじゃないですかうんだからまあなんかねいいのがあったらって感じで特に今そこまでバイクバイク うんなんか欲しい欲しいとはな,なってないんでね、うん、そんな感じで BSA、えー、の紹介でしたでは